んばんは。今こっちで見てたんですけど。つんなよ。待って待って待って、なんでなんで。なんで。なんで。こんばんは、こんばんは、しゅーちゃんこんばんは、おがちゃんこんばんは、はやみんこんばんは、たるさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。今から配信始めたんですけど、音楽を流したいと思います。フリーの BGM フリーです。こんばんは。ちょっと髪の毛巻いたんだけど時間なくてやめた。途中で退散しました。やっほーこんばんは。あやたもこんばんは。いきちゃんこんばんは。かずやきさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。星投げカウントをぜひ皆様よろしくお願いします。星投げカウントお願いにして、今日話すのは、なんか今日も話すね、今日も何かしら話すね、今日も何かしら話すね。こじあきさん、ゆきちゃん、うはくまさん、あやたむこんばんは、りくさんこんばんは、しばちゃんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ルルジュさんこんばんは、おさむさんこんばんは、くぼっちこんばんは、来てくれてありがとうございます。やまっち、のりのり、ハリケン、おがちゃんこんばんは、ドラパンダさん、ゆきちゃん、パーク、ありがとう、来てくれて。今日は金曜日じゃないですか。金曜ロードショーやってるかな、やってんのかな。8時半ということで、私はもう夜ご飯も食べまして、ちょっと時間があったから、ちょっと髪の毛を巻こうとか思ったら全然時間がなくて巻けんかった。最近新しいコテを買ったんですよ。これはいくらなんだ、ちょっと忘れたちょっと忘れたんですけど、いくらかは買いました。何食べたの今日。中華食べた。そう、お昼ご飯を食べなくて、時間なくて食べなくて、中華を食べたから、天津チャーハンみたいなのを食べました。天津チャーハン、そう。今日はエイプリルフールだよ。エイプリルフールって昨日じゃない？この素材のリコーダーみたいな音も悪くねこれね、マリアも別に嫌いではないです。こんばんは、タカちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。ハールの動く城がいるんだ。ジブリだと、私はジブリだと何が好きだろう。あれが好き、猫の恩返し。猫の恩返しのあの曲大好き。あのこのさ、猫の恩返し主題歌、これこの間めっちゃ好きだった。サビはこの歌一番好きって人多いよ。猫の恩返しめっちゃ良くない？歌詞って、ん？物語も。いい、これか。こっちの方が本家？あ、こっちか本家。
この歌めっちゃ好きですっていう秋のレインボースターありがとうございます。のぶひろさんレインボースターありがとう。おがちゃんレインボースターありがとう。たみちゃんバラありがとう。ひろくんお花ありがとう。ありがとうございます。ぬーさん花束ありがとう。これをこの歌めっちゃいい。外寒いっていう。寒くない。寒くない。今これでも坂道を自転車で駆け上る君とね。でもこれにする。多分あんまり流しちゃいかん。怒られちゃう。怒られちゃうか。そう、風になるっていう、風になるっていう主題歌。明日ははるちゃんと会う。白桃のはるちゃん、新薬お疲れ、来てくれてありがとう。服伸びちゃったな。これこういう服なんですよ。肩出しの服ここまで伸びたらやばくない？普通にやばいぞ。あんかけチャーハン、私は天津チャーハン、あなたはあんかけチャーハン、私は天津チャーハンです。奇遇だね。おまち、これはそう、これは壁に貼ったの。可愛いでしょ。こっちにもあるんだけどさ、ちょっと届かない。今持ってるのタピオカのストローですよね。これなわけないじゃん。太いよ。 M には仕事終わりました。お疲れ様、ありがとう来てくれて。一人でワイン一本飲んで酔っ払ってしまいました。一人で？すごいね。私一人で一人飲みはたまーにするけど、最近ママが一緒に飲んでる。そう、ママがよく飲んでます。明日ね、はるちゃんといちご狩りに行く。私がすごく行きたかったから、いちご狩りをしに行きます。はじめまして。おーちゃんはじめまして、来てくれてありがとうございます。今イベント中なので、ぜひカウントだけでもしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。マリアです。しんやくん50カウントありがとう。翔太くんこんばんは。出かけないですよ、お風呂入るだけ。でもちょっとなんか写真撮ろうかなと思って。この後出かけならね、配信できんからな。じゃあマリアが運転する。全部私が運転をします。で運転は結構得意なので、運転は得意ですね。あのよくママとかお姉ちゃんとかを仕事に送っていく、ママを送っていきます。仕事にブンブンって車で送っていきます。ゲベレッジさんハートありがとうございます。ジュッありがとう。 M にゃん花ありがとう。花びらありがとうございます。とみちゃんバラありがとう。そう、いちご狩りは今年2回行ったんですけど、まだあと2回行くつもり。はるちゃんとかのんちゃんと行きます。そうだからもう予約したの。予約しました。1年前、そうですね、1年前はなんかバスツアーみたいなやつをやってた。はい、アイドル自体はバスツアーでいちご狩りでファンの方と一緒にいちごを食べてました。
はい、運営さんもいらっしゃいませ、来てくれてありがとうございます。嬉しい、ファンの方、リスナーさんがアバターで気づいてくれるから嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは、こういう時に皆さん女子話か肩をお願いします。翔太くんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう。注射は最初できなかったんですけど、最近は結構できるようになって、そういい感じにこう駐車場に止めることが最近はできています。いい感じね、それなりにみたいな、多分2、3回こうやればいいみたいな、切り替え大事じゃないですか、切り替えをしっかりとして注射してます。はい、一発とかは無理なので。そうなんです、星投げとマリアちゃん、早めありがとう、ありがとうございます。ハード100ありがとう、翔太くんありがとう、女子話か肩みんな言ってくれてる、ありがとうございます。そうだね、女子話か肩。マリアさん、いちごに練乳つける、私はあの最初にいちごの良さを味わってから、あの半分ね、もうお腹がちょっと満たされてきたかなぐらいの手前で練乳をつけ始めます。でも最近はね、あの練乳がね有料なんですよ。そう、有料だから、あの持参するかそこで買うかみたいな感じですね。そこでよく買ってる、100円とかで売ってるから、練乳買って、家に冷蔵庫に練乳が2個とかあります。こんばんは、ヨマさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ノリノリギフトありがとう、かわいいキュンです。翔太くん綺麗だよ、ありがとうございます。やった、今日髪の毛巻いたからかな、多分この後の配信ちょうどすっぴんでこうやってマスクでやるから、今だけですね今だけですね。はい、いちご最高では、いちご狩りに行って、50個ぐらいしか行ったことないかも。100個はさすがにお腹に入らなくて食べれないから、50個くらいで終わっちゃうかな。うん、こんばんは、マリアちゃんの女子のランキング1位、お嬉しい、ありがとうございます。ちょっと差がね結構縮まったり伸びたりというのの結構繰り返しというか、結構やばいので、あのぜひこのまま順調にいきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。そう、ちょうどすっぴん、朝となんだ、夜の配信はマジでマスクとかしてるから、とてもすみません、本当に申し訳ないです。セミとカウント完了、 M にありがとうございます、ありがとう。いちご狩り行きたいね、みんなで行くイベントがあればいいんですけど、ないからね、行きたいんですよね、行きたいなって思うんだけど行けなくて。フルコースしゅうちゃんありがとうございます。そう、何話そうかなって思ってたんですけど、話す話題はあります。シュートカウント完了、たかちゃんありがとうございます、ありがとう、カウントいただきました。えっとですね待ってね、今年に4月、今日2日じゃないですか、4月になって、今年でやりたいことを話していきたいなと思うんですけど、やりたいこと、例えばね、あの身長伸ばすとか、まあ、そんな感じの緩い感じなんですけど、まあ、やりたいことはねこの1年たくさんあるんですよ。っていうか私毎年ねやりたいことすごくすごくあるんですけど、
その中でも私が今年やりたいことはやっぱり女子バナに出たいです。はい、女子バナ5ヶ月間出演させていただけるということで、もう絶対に最終審査残ってメインかサブでもいいんですけど、まあ、もちろんメインになりたいなという思いが強いですね。とあとなんか個人的にはなんかもっと自分のなんか能力を増やしたい。能力なんか自分の発想がまだ全然なので、いろんな面でもっと賢くなりたいなと思って、そうだから賢くなりたいですそうなんかそのためになんか私すごい芦田愛菜ちゃんの YouTube とかあのなんかインタビューの YouTube とかを見るんですけど、あのお方はめちゃめちゃ素晴らしい人間でですね、本当に自分の年下とは思えないぐらいのもう天才なんですよ。そうなんかね、考え方とかがめちゃくちゃすごくて、なんかでもなんかそれを学べてるのが毎日本当に本を読んでるらしくて、本好きらしいの。そう本好きで、例えばこういうなんかこういうのの後ろとかも全部読んじゃうぐらいのすごいらしくて、なんかとにかく本読むこと大事だから、ちょっとおすすめの本とかあったら教えてほしい。そうそう見たいんだよね、見たいなっていう。でもまあね、あと、まあ、とにかく痩せることは一番ですね。痩せたい、もう本当にこれはいつから言ってるんだろう私。まあまあ痩せたい、もうそろそろ痩せたいね、ねとか言って。レンコンさん、ミラーレインボースターありがとうございます。レインボーのことミラーって言っちゃうんだけど、なんで。こじあきさん、お花ありがとう。くぼっち、いいねいいねいいね、ありがとうございます。のりのりだるまさんありがとう。とみちゃん、バラありがとうございます。ありがとう。あ、そう、これはホホバオイル、よく髪の毛にこうやってつけて、こうやってこうやってこうやってつけてます。女子バナに出てるマリア見たい。嬉しい、ありがとう。はい、やった。そう1年じゃなくて5ヶ月なので、5ヶ月間でも絶対に出たいなって思いますね。ね、意外とね聞こえるんだよ、そのこそこそ話。さっき超さテレビの音量ちっちゃいけど聞こえたもん、さっきこれ自分の携帯で見たら。だって何？見えるかどうか。見えない。やっぱマリアが出ないとね。そう出たい、ありがとう。嬉しい。フルは2ルーム投げですのでなかなかできません、ありがとうございます。逃走中結構見るよ。リセットカウント完了、おがちゃんありがとう。押し投げたカウント完了、しばちゃんありがとう。え、そっちがいいの？ S 代とか我に無理だね。ね、なんかさ食べちゃうからダメなんだよね多分。うん、食べるからな、すぐ顔に出るタイプなので。あとなんかマリアはあのもっと夢を広げたいです。なんか自分の夢をもっと広げたいなと思います。最近踊ってないから、ワンマン企画したら、いやー絶対来ないよね絶対来ないよね。オーディションうまくいきました。お、よかったよかったよかった。今日メイクバッチリだね。そう今日はですね、今日はメイクバッチリだけど、この後はダメ、この後はダメです。
50カウント、シュックさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、ココちゃんごめんね、仕事とか重なって。え、全然、ありがとう。ね、すごいんです皆さん、なんか LINE ニュースに載ってたココちゃんのグループがすごい、おめでとう。いやマジでスターになるって思ってた、マジでずっと私出会った時から思ってた、この子はすごくなるって、この子はすごいと思ってた。うん、東京で活躍する人間だなって思ってました、本当に。そう、すごい、だからなんか4人のグループに選ばれたことが本当にすごいなって思って、いつかライブ行きますね。行くね、ライブ絶対行くね、絶対可愛いからね、一押し、押し押し。夜ご飯食べないダイエット、やろ。翔太くん、だるまさんありがとう、のりのりハートありがとう、ありがとうございます。すごいよね本当に、ポップティーン。私もめちゃめちゃ中学校とか小学校とかめっちゃ好きだったからずっと見てたので、それに乗ってるって思うと本当にすごい、いやマジですごい。もうね、このね、まあまあまあ本当出会った時からすごいから本当に褒めまくっちゃうんですけど、ハート100個ノリノリありがとう。翔太くん、だるまさんありがとうございます。タカさんこんばんは、来てくれてありがとう。オロナミンCは1回しか飲んだことないですね、なんか1回いただいて、1回いただいてから1回飲んだきり飲んだことないです飲んだことない星投げ2周と50マリありがとうございます。ありがとう。ご飯なし納豆ダイエットできる、あ、納豆好きだから納豆いっぱい食べるね、うん、頑張ります。炭水化物、炭水化物も大事だもんね、それはあります。みんな星投げありがとうございます。のりのりもハートありがとう。そう、私炭酸飲めないんですよね。この後の配信が12時、ちょっとなんか最近さ、その配信をさやってるうちにさ、何か分かんなくなってきちゃった。次の配信とかも11時40分からやります。明日は配信時間3時半からその白戸はるかちゃんと一緒に2人で配信するから3時半の枠だけかな、うん、3時半の枠だけははるちゃんと2人で配信するので見てくれると嬉しいなと思います、うん、そうだから多分はるちゃんも3時半からやるんじゃないかなとは思うんですけど、はい。ショールームってパソコンで見れるの？ショールームはパソコンで見れるよ、うん、アカウントさえあればかな多分。そう、でも今認証しないとポイント加算されないからそこは要注意です。やっとフルコースありがとう、ありがとうございます。残り4分やります。4分、心を込めて500個、ありがとう。のりのりありがとう、たくさんこう押してくれてるのがとても嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは、レンコンさんこんばんは、来てくれてありがとう。レンコンって、レンコン食べたくなっちゃうね。天ぷらのレンコン美味しいんだよ、天ぷらのレンコン、レンコンの天ぷらが美味しいです。レンコンの天ぷらと、あとだから天ぷらだとかぼちゃと、あとさつまいもが好き。最近ジュースやめてほうじ茶飲みにしたら1ヶ月で5キロ痩せた。そんな痩せるの、すごすご、気をつけよう。あれはもう次は出品ですか、はい。
まあ11時40分はねさすがに多分すぐ寝ちゃうのね。いつも最近はもうお風呂出て配信してすぐ寝ちゃうのですぐ寝ます。じゃあランキング読みます。13位リークスさん、12位あらあらさん、11位なあさん、10位まさくん、9位しゅうちゃん、8位 D 丸さん、7位大丸さん、6位しばちゃん、5位とみちゃん、4位小川さん、3位れんこんさん、2位あきのんさん、1位のりのりさん。みなさん来てくれてありがとうございました。9時なので2時間40分後にまたやります。逆にね夜中の方がテンション私高いのでぜひ見てください。あの朝はめちゃめちゃ眠気と戦っているからあれなんですけど、夜はテンション上げ上げなので見てください、お願いいたします。じゃああと2分やるね。この BGM 良くない？フリー画像だから、フリー画像じゃない、フリー素材だからみんな使って、このんびり時間1時間半版これも無料らしい。無料じゃない、フリー、フリーはいいんだよね多分。よい、絵本ケースみんな透明にして、今の流行りだからこれ。なんか透明のさ iPhone ケースが若い子はみんな透明らしいから、透明じゃない子は若くない透明じゃない子は若くないんです。透明にしてください。しばちゃんバラありがとう。最近6時半にラジオ体操してる。えらい、本当にしてる？すごくない？普通にすごいんだけど。眠そうな時の配信も好き。本当にありがとう嬉しい。ギリフル完了ありがとう。みなとくんありがとう。こんばんは、こんばんは。月橋セリナさん来てくれてありがとうございます。イベントやってるのかな、ありがとう。応援しに来てくれてる。ぜひカウントとかも皆さんしてくれると嬉しいです。透明なケースに推しメンの写真入れてる。あ、なんかチェキとかプリクラとか入れるの流行りらしい。ちょっと時代遅れかな、わかんない。あのマリアがね。スマホリングつけたことありますか？え、全然あるよ。あのミニーちゃんとかつけてた。ココちゃんセミありがとう、ありがとう、嬉しい。みんなもカウントしてね、ココちゃんに。では9時になったので終わります。11時40分から次やるので見てください。以上、星野マリアでした。またね。